はい、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。今日は、カイロを使った健康美容法、春ハッカイロです。普通によく売ってるやつで大丈夫で、手のひらサイズっていうんですかね、このぐらいのものを使います。今30枚500円ぐらいで薬局で、うちの近所でそんな感じで売ってたんですけど、かなりリーズナブルな、1回につき2枚使います。500円で半月持ちますね。12時間っていう風に書いてあったんですけど、結構丸1日あったかいので、1回貼れば1日あったかいと思いますので。でどこに貼るのかっていうと、このお腹のおへそから指幅3本分ぐらい下、ツボでいう丹田、 V 的に言うと下っ腹、中に小腸がある場所になりますけれども、それからこのお尻の上、真ん中、腰の下のあたり、こう触った時に硬い骨があるのを確認できると思うんですけど、で模型でいうここです。この三角の骨、仙骨の部分ですね。腰の真ん中、腰のあたり、この丹田の裏側ですね、下っ腹と仙骨部挟むようにして温める。で具体的にどういうことなのかと言いますと、丹田っていうのは、丹っていうのは薬という意味があるそうです。薬を作る田んぼですね。気を整える、体の調整をするというような免疫になります。細菌やウイルスから体を守るっていうのが免疫システムなんですけれども、マクロファージやインターフェロンといった免疫に関わっています。同じ悪い菌やウイルス、大腸菌とかですねを触っても発症する人しない人いますけれども、それは免疫力が高いか低いかで決まってくるんですね。小腸っていうのが人体最大の免疫器官です。免疫の 60% 以上が小腸に存在しているとされますので、丹田を温めるっていうことが免疫活性に有効だということです。仙骨が自律神経に関係します。自律神経というのは循環器、消化器、呼吸器といったもう生命活動の基本となる部分ですよね。ただ今非常にですね、現代社会はストレスが多くて、日本人1億総自律神経失調症とも言われています。自律神経を整えることが非常に重要。どうして仙骨が自律神経に関係するか、いいのかというと、副交感神経が集まっているんですね、仙骨には。で、そして背骨の土台でもあり、後頭骨と連動して脳脊髄液を仙骨ポンプ作用で循環させています。でここ仙骨と丹田を温めることによって自律神経を整えて免疫力を高めて、イライラしにくくなったりとか、風邪をひきにくい、病気になりにくい、ぜひこうもう本当に服の上にカイロを貼るだけっていう、もう簡単にできることで、皆さんに知っていただくといいなと思って今日動画を撮りました。注意点としましては、低温やけどですね、肌に直接貼らないとか、長時間同じところで使用しないとか、暑すぎるって感じたらすぐに剥がすとか、そういうことで、対処してください。私おすすめとしては、腹巻きしていただいて、腹巻きの上に貼るように、肌の弱い方とか様子見たい方は腹巻きの上につけられるといいと思います。そうすると多少こう上下左右に簡単に動かせますので、服の、調節をして肌に近すぎないようにとか、されるといいと思います。プラスで言うならば、深呼吸をするだとか、お風呂に毎朝、毎晩、朝晩ですね、ゆっくり10分15分、冬の時期だと15分から30分ぐらい、40度ぐらいのお風呂に入っていただくとか、そういうこともやっていただきたいんですが、時間がない
習慣がないっていうような方はですね、丹田部分と仙骨部分に、で特に女性には非常にいいです。生理痛の時ですとか、まあ妊娠したいけどできないとか、そういう方にもすごくいいんです。あの薬はなるべく飲まないでほしいんですね。本当に鎮痛剤っていうのは血液血行を悪くしますので、まあ余計に冷えとか痛みが起こりやすくなります。食品以外のものは口に入れないっていうことが大事になりますので、肝臓腎臓の負担になりますので、なるべくお薬は飲まないでほしいですね。ストレスが強い状態って結構交感神経が優位になってますので、副交感神経優位にしやすくすることによってよく眠れる、よく眠るとまあ体も回復するっていう風にこういい循環ができますので、ぜひお試しください。今日はマッサージ動画ではないですが、健康美容情報として、今日の動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。これからも皆様のお役に立つような動画作りを心がけてまいります。ご意見ご感想いただけたら幸いです。現代とってもストレスが多いんですけれども、まあ、不安不満不信を持ってしてしまうと、病気になりやすいです。感動歓喜感謝、3つの感ですね。希望を持ってやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。 See you.